はい、そういうわけで、ありがとうございました。本日も満席のお客様がすごい、すごいなってですね。はい、ここでですね、トークショーを行いたいと思います。はい、では、キュートな女優さんをお呼びしたいと思います。あずあず、はーい、はい、お願いします。藤田あずさんです。あ、改めまして、みんなの元カノあずあずこと藤田あずさです。お願いします。イエーイはい、そして本日はですね、はい、我々50代世代はもうドマトストライクの方です。ビーバーハイスクール西子と奈々さんです。こんにちは、西子です。よろしくお願いします。はい、というわけで英雄生産の時間です。西子です。一山です。あずあずです。何やってんすか、これ。このトークショーは懐かしいがテーマでお送りする。はい、違うって違うって突っ込んでください、突っ込んでください。いいですよ。はいはい、はい、というわけでですね、本日はこの3人でお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃまずは竜亭からいきましょうか。竜亭の話からいきましょうか。はい、竜亭にこの永田さんが帰ってきてくれました。イエーイ。どうした？そうですね、今日はスクリーンで見させていただきました。はい、初めてね、自分で見ながらこういい映画やなと。あざす、本当にあざす、素晴らしいなと。時間取れましたもんね。いやいやいや、でも自分のところはさっき言った通り素晴らしいバランスで、はい、面白い映画には仕上がってきてるな。はい、でまあまあ人ね、亡くなってるじゃないですか。で最後も自分ね、なんか死にますね。まあ死にますっていうかネタバレなんですけどもうやる気満々がでも逆に出てるっていうか、あれってね、なんじゃこりゃって言いたかったんですよ本当は。思ってる、本当は。でもキャラが違うんですよ。優作さんは叫びていいと思うんだけど、立ち方的にはなんだこれみたいなとぼけた感じのキャラかなと思ったんでやめました。シーンの5秒前には、はい、絶対なんだこれやりたいなって笑ったんだけど、まあちょっと低めになったんで、まあいいわ。まあやりたい放題の監督ですよね。今回もこれはやらせねえぞ、他のやつにはみたいな。全部場面、はい、いよいよなんか、はい、内原監督の真骨頂に立ったんで、はい、何作目なんですか、言うてば。このシリーズは8作目ですね。8? 8作目です。はい。もうだいぶやりたい放題来てますね。もうやることやったんで、はい、あとはやり、僕以外にっていうか僕が見たいものを作りたいなと思ったんだよね。このあずさん、セクシーなアクションとかセクシーなアクションって誰かやってもいいんですか？そのままでいいです。え、そのままでそのままでいいです。そのままで。あ、っていうのはあれですよね、僕と中田さんで2人で審査員やって見事にオーディション通ったなって。はい、あの時はありがとうございます。あずあずにね、中田さんがちょっとこれこうやってみたいなこと言ったらね、はい、後ろから頭打ちに、そうそうそう、はい、お芝居的なもの中田さんがつけてくれて、その辺は YouTube の方に流れてますので、ね、それで見事に、この役がオーディションのお題の役をそのまんまちょっと昇華させたみたいなね。そうですね、感じですよね。よく彼女が笑いながら打つじゃないですか。あれが最初のオーディションの時のイメージだったんです。そう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 、それを最初に言ったんね。そう、この子には笑いながら人を殺させたら面白いんじゃないって監督に言う。そのままになってますよね。そうで、それがドハマりだね。そう、ありがとうございます。本当に笑って殺してほしい。だからある意味は危ない。そうですよね、結構サイコパス的な。うん、そうそうそう、はい、そんなあずあず、はい、密撮の方にも出てましたけど、はい、密撮のキャラクターどうですか？密撮はもう、なんか結構おとなしめな感じですよね、うん、だいぶ。あれは演技をしてるんじゃないか。あっちの方が演技かもしれないですね。笑って殺してる方が、こっちの方がこっち素、こっちの方が素ですね。こっち素、はい、だそうです。ちょっとだけ悪役の先輩から言うと、はい、笑いながらやると難しいんですよ。難しいですね。笑いながらやるっていうのは、両飛んだのってやってましたね。あれ意外と難しいんですよ。
はいはい、あのどっちかなんですね。全然ダメになるかものすごく良くなるか2パターンが多いんだけど、いや、いい感じじゃないですか。嬉しい。だから女性版西、嬉しいです。西の、あのブチ切れた感じがの女性版、うん、わー、めっちゃありがたいですね。光栄です、本当に。いや、見て今日はもうびっくりしましたよ。はい、素晴らしい。彼女はね、これからもっと僕のね、うん、まあ今後やるであろう新作のまた別の違う役で、うん、なんかブチ切れてほしいなと、うん、ね、危ない女でか。危ない女で、はい、頑張ります。あと、あのアクションのキレもいいよね。え、本当ですか。思ったより思ったよりうん、あのね、はい、やっぱり女性の方っていうのはちょっとアクションどっちかというと不得意な方多いじゃないですか、はい、だから猫パンチとか猫蹴りが多いんだけど、綺麗に足が伸びてて、で、いいと思いましたよ。嬉しいです、うん、流亭、今回全部皆さんレディースのアクション相当あれ、何、合宿とか練習したんですか。合宿って、まあ、稽古はしましたけど、オーディションの段階で、ある程度のレベルいってなければ通してないですから。そうでしょうね。綺麗でアクションできてみたいな、いいと思います、ね、だから敵役のこのね、アザーとか夢とか、うん、敵の方が強そうだから、いや、もう全然それでいいと思うし、こっちの若いやつらは、こっちの若いやつらはモデル出身だから、まあね、アクションがまあ猫パンチだから。あと監督の好きな、俗に言う武器、はい、やっぱ刀って絶対難しいんですよ。はい、これもうやるとめちゃくちゃ分からないけど、女性の方もみんなうまいよね。ヌンチャクが前からチラッと出てたんだけど、刀がうまいなと。刀やってたの誰でしたっけ。刀意外と、まあ彼女もね、アズアズ、すみません、刀初めてらしいです。へ、はい、ええ、はい、でもまあキャリアは長いですけどね、うん、昔からやってる。じゃあ、ここは正念場みたいなね、はい、歌さんの方がいいみたいだけど、でも素手は素手でいいし。素手はね、夢は本当に使うのとか、ね、あ、なるほどね。アズアズは本当にいつも銃撃ってるみたいな。そうですね、常に。そこ否定しない。捕まるだろ。仕込んでます。わざわざいつもハニートラップで、うん、もうあれですか、キャラ的には監督のお気に入りですか。そうですね、セクシーで危ないっていう、セクシー路線では一番です ね、はい、で危ない、アクション的には夢ですね。うん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 、はい、うん、またなんか違う役でやってほしいかなと思ってますね。いいですね、はい、石原監督は、これからはどういった構想に進んでいくんですか、流亭は。流亭シリーズはですね、もういい加減ヤクザ飽きてきたんで、おうおうおう少しはちょっと、人間ドラマ的な、そっちやりたいんだ。いや、世間的に、うん、僕はアクションですよ、うん、どっちにしてもアクションはするんですよ、うん、アクションはするんだけど、なんでこのヤクザの構想的なものばっかりやってる、 あ、 あ、そっちねみたいな、心理的なやつもやりたいみたいな。心理的というか、グッとくる部分、ドラマ的な部分もやっぱ欲しいなと。珍しいこと言い出しましたね。僕ももう55になったんで、はい、もう、いや、アクションはしますよ、うん、アクション抜いたら僕の映画じゃなくなっちゃうんで、うん、アクションはもちろんするんですけど、それだけじゃなくて、ちゃんとそこのほんとグッとくる部分を作りたいなと思ってます、うん、はい、今回自分のことちょっと言わせてもらったら、はい、まあ、最初に出てきて、ネオカオトゥーロンの相手の中国の彼、はい、で現場ではどうなんだなっていうこと、の本編ではいいキャラでしたよね。何を言うかとかみたいな感じで、あれ大変だったじゃないですか。大変だったんですけど、あれ現場で大変だったんですよ、本当に。でも今回、なるほど、華僑の人やなみたいな雰囲気は出てて、なるほどって、やっぱり大変だった現場、切り抜きじゃなくて繋げたらいいんやな。大変だったんだよ、あれ。もう大根もいいとこでね、もうね、1日かかりましたね。もうね、温厚なね、永田さんがね、ちょっとこうピクピクピクってなって私は現場はものすごく温厚なんですよ。あまり怒らないですよ、あまりね、うん、いや、絶対怒んないじゃないですか。まあ怒ったことないですよね、うん、ないです、ないです。ただあれテストっていうか、うん、ね、やっぱり結構長くかかっちゃったね、あれ。長いなぁと今回、お芝居で言うと、僕らレギュラー陣のお芝居はともかく、新たに、まあ、この人顔がちょっとあっち方向だからちょっとおしゃべりしてもらおうかなと思った人がことごとく、
時間かかって、もうそれ点がちょっと俺もピクピクってなったけど、俺も怒らない怒らないとなっちゃいけない、コンプライアンスとみたいな思いながらも、ちょっとそこが時間かかったところがあって、我慢しましたけどね。結構ぶち切れてましたよ。あれだって永田さん現場呼んでて、どんだけ時間かけとんねみたいな、俺が恥ずかしいみたいな、なんだこのキャスティングみたいなね、永田さん言わないけど、優しいから言わないけど、言わないけども、いやでも声がどんどん高くなってくるから、仕上がりは良かったですね。あれはもう力ですよ。さすがですね。いや、さすが監督。うん、使えないところをチョキチョキしながら、こう、つないで、あの、もう、あ、それ、あーのところだと大変でしたよ、つなぐの。ねえ。それ大変でしたよ、本当にもう、合わないんだもん。いや、でも最高でしたよ。はい。本当に。もう、ね、あ、まあ、強いて言うなら、あそこもうちょっと血のり欲しいな。もっとなんかね、全体的に、あのまあ、弁慶が亡くなったり、本部長が亡くなったり、まあ、私は誰のシーンでも、もっと血は使いたいんだけど、使うですね、エイリンが。でも、エイリンがギリなんでしょ、エイリンが、字判定にするには、まあ、ギリギリ、あの血のりもちょっと、チクって言われたんですよ、血のり入ってるけど、まあいいでしょうって、いいでしょうって言われちゃったんで、あ、じゃあ、これ、本当、西のとこ、バーンとか言うようなの。出しやったらアウトだったなみたいな。 あれまたやればまたエイリンでいろんな規制がかかっちゃうんですか。 PG12 というやつになってくるかなと思います。うん、はい、うん、どんどんいけばいいんですか。ちょっとめんどくさいですね。あ、まあね、それはそれで、ね、編集がめんどくさいです。あ、そういうことになるか。はい、あのやりたいのは山々なんですけど、とりあえず劇場公開版として DVD にします。はい、あとあのロケ地もね、はい、まあまあ凝ってたじゃないですか。あの新宿の、ね、そうそうそう、はい、いろんなとことか新宿の、バーとか六本木のバーとか、はい、こう上手に、はい、今回だから変な話、あの FF2 の、 あの予算があったもんですから、そういうロケ地はいろいろ行けました。まあ上手に、まあ、知ってるようなとこも上手にアングル変えながら、あ、やってるなみたいな感じでそうですね、はい、はい、オーディションやったところで、はい、戦いをやる。そうそう、あそこのね、そこのオーディションやった場所での戦いね、はい、時間かかったよね。かかりましたね、結構、うん、はい、あずあずが17時か18時に出してって言われたんで、はい、じゃあ朝そうしてみたいな、たらみんなもっと早く出してくださいみたいなこと言って、なんかさ、最初にそれ言ってくれよみたいな、言ってくれたら出すからみたいな。でもまあ一番そこね、ミラーを全部ミラーだから全部映っちゃって、そうそうそう、映んないように済むのが大変だったんですよ。そうなんですよね、しかも人数が結構いましたからね。だからいっぱい、俺が立川がいっぱい囲まれてるっていう風に見せるためには、こっちから引き取んなきゃいけないから、引き取るとこ全部ミラー、そうそう、鏡が映っちゃってね。そう、鏡は映るんですけど、鏡の中にカメラがいるんですよ。燃えようドラムかなと思いました。そう燃えようドラムはいいんです、映っても、映っても、ね、カメラが映っちゃった。カメラが映っちゃダメなんだよね。そうそう、はい、それでちょっと苦労しましたね。あとまあ逃げたり追ったりするシーンで、あるビルはクーラーのかからないビルとかでも立ち回りしてたとこあって、本当に汗かいてる。はい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 、はい、彼女がね、はいはい、でもだったら、だから撮影中空調基本止めるじゃないですか。まあ基本で、うん、でも本当に日が長い暑いとこなんだけど、都会で、あの汗がいいっていう、あれが良かったみたいな、必死に戦ってるみたいな。そうそうそう、気づきました、最初35分しかドラマがなくて、残り45分が全部戦いという考えられない配分ですよね、監督はほぼアクションっていう、気づきましたか、ちゃんとね、いろんな方のシーンを同じ尺でやるところはすごいですよ。普通はメインを尺伸ばしして、あとは、まあ、勝手にいくじゃないですか。真面目に全部いくんですよ。あ、大体平均1分半から2分ですね、うん、1つの見せ場で。やっぱメインだから、うん、結構長いんですよ、扱い的には。アザーとアンタさんと、新旧グラドル対決はどうしたか。いやいや、もう全然旧だと思ってないので私はやめてください。これを言うと怒られるんでね、僕ら後で来られると思うんですけども、ね、はい、どっちが急なんだと、どっちが死になったと、ね、大先輩のアンズサイルさんとね、戦ったのはどうでしたか。いや、結構迫力すごかったですよね。なんか切られるのも
切られることないじゃないですか。アクションとかもなかなかね、そんなやられるシーンとかないので大変でしたね。撮影裏話で言うと、あのアザーズがおばさんって言った瞬間、本当にアザーズがピクって。本当ですか？こう画面で分かる。画面を見れば分かると思うんですけど、あーって言ったら、あーが本当のアザーズみたいな。いや結構言うのも躊躇しますよね。役じゃなきゃ言えない。いや俺は言えと思ったから。言わなきゃダメだろうと。なんかあれですよ、キャラクターってなんかブチ切れるポイントを作るのが漫画的なのが面白いじゃないですか。まあ俺ら全然作品がチビとか、ああります、ね、なんか言われたらブチ切れるみたいな。だからサヤのブチ切れポイントはおばさん、うん、みたいな、はい、まあいいじゃないですか。それが映画なんで本当思ってないですよ。今でもね、綺麗な方なんで、ね、何言ってたんで大丈夫ですか？思ってないですよね。思ってないよ。俺大好きだもん。はい、俺未だに写真集買うし、おあとも買ってないけど、おかしいですね。俺ドンピシャ世代なんで、あ、はい、ドンピシャ世代、俺がまだ30代の頃とちょっと20歳ぐらいかでやったと思うんで、ドンピシャ世代なんだろう。芸人もね、まあ、いっぱいいるじゃないですか。はい、まあ、いろいろね。俺それいいんですか？はい、誰もまあ、ね、こんな近くにいるのにファンになっていろいろやってるかなと思って、ちょっと一歩皆さんにちょっとお預けして、ちょっと苦しいですか言われが。いやもうあれですよ、私はみんなの元カノなんで、はいはいはい、言うてみんなと付き合ってるんで一回はもう大丈夫です。なるほど、だそうです。スタジオからします。そのキャラですか？だってね、オーディションの時に僕らがじゃあお名前持ってね、ね、何でしたっけ。はい、みんなの元カノアザズこと藤田アズスです。これ言われて俺らはぁ、あ、逆にそれに食いついてしまったっていうか、うん、あー来たねっていう感じ、うん、でそのキャラ生かしながらね、精神したかったですね、うん、そうそうそう、あ、こいつ面白い、うん、そう、うん、面白がるか引くかだよね。あ、そうですね、うん、2つ1つ俺らはもうどっちかってそういう歌舞伎物的なやつ好きだから、面白いやつ来やがったと思って、あ、こいつはなんかちょっといい役やらせてやろうかなと思って、ありがとうございます。あ、じゃあ監督のお気に入りだった、ね、何もしないですよ、何もしないですよ、なんかお気に入りで何もしないですよ。いやいや、そういう意味じゃなくて、ああ今すごい焦っちゃった。映画って時期的に監督気に入ると芝居を足していくじゃないですか。台本にないの皆さん経験あると思う、はい、アドリブ、うん、どんどんいい人はフレームに入れていくし、悪い人、嫌いな人って引き手っこいじゃないですか。そうそういう感じで、あ、なるほどね、うん、みたいな。だからそれは女優さんとしては大事です。気に入られて、ね、よかったでしょ、よかったでしょ、扱い的に。はい、とてもだってこのヤスさんと戦わせていただいて、ぜひ大ヒット作にねしてもらったらね、DVD が多分秋頃出るんで、大体全部宣伝してもらってですね、あとはね、切れたアザーズを見てもらって、今回の予定外で最終章は名作ですからね、欲しいなと私も思いましたね、久しぶりに。ありがとうございます。ビーバップハイスクールね、自分ではいらんなと思ったんだけど、あ、そうなんですか。入店外でもいいな。そうですか。まあ両方名作なんですけど、まあ自分で作ってますからね。ええ。キャリアって企画から何か全部自分たちでやってますから、まあ、思い出でこっちの方があるんですけど、まあ好評でしたら続編。最終章ちょっとね、はい、それ危ない映画みたいになってんじゃない。そうなんですよ、次リターンズです。またまだってかどんどんやってる、はい、分かってますね。次リターンズで、次フォーエバーで、次まだまだで、最後にさらば、さらば危ない映画かみたいな、危ない映画にしてね、はい、でも危ない映画もまだあと新作やるから、あ、そうなんですよ、やるらしいから終わらないですよ。脚本家の柏原さんに聞いたんですよ、はい、まだやるそうなんで、でしょ、はい、だからうちも終わらないです。終わりそうな人じゃないじゃないですか、ね、終わらない、僕がもう死ぬ、もうダメだってならない限り、動けなくなる限り
やるんじゃないですか。やってみやけど、はい、バリバリ自分主役で今やってますから。あ、いや、もう僕女の子が主演でやりたいです。いつも言うてるけど、バリバリ出てるから。いや、変な話、本当に編集してて、自分の顔が編集してるのも本当に嫌で、分かる、うん、自分なんか見たくないもん、うん、女の子が戦ってるとこ編集したいもん。だから本当に君たち若いやつらがもう本当前に出てほしいですよ。比率的にたまたま多くなっただけの話なんで、あの、違うんですよ。今回スケジュールがあって、今日あの2022年の間に撮影したものを2022年12月までに始業初号車しなきゃいけないという規定があったもんで、一番スケジュールの取れる僕が全身をつなぐ意味で出てるから、でこれがだから遊艇外で大小とかみたいに1年間かけてじっくり撮ろうって言った場合には別にそういう限りその限りでもないじゃないですか。そんな感じで撮れます。なるほど、はい、一番フリーだった監督がやっぱり全てをこなしたって感じですか。そうです、毎日いるから。当たり前じゃん当たり前じゃん現場に必ずおるしたやつ、ね、必ずいるから、はい、もう最初から最後までずっといるから、だからしょうがないですよ。なるほど、ね、僕自分で繋いでてもう出んのやって思うぐらいいらないなと思ってたんです。僕自身も一番嫌だなと思って、もっとアンズさんとかアザーズとかね、あやかんとか女の子たちの戦いをっていうか女の子たちの出番をもっと入れたかったです。あれないんじゃないですか、あの竜亭はまあ綺麗な可愛い女の子たちがね、フレッシュな女の子たちのバンサが出るんやけど、うん、男どもはね、メンズはね、タッチが目が柄悪いっていうと、うん、バランスがいいんじゃないですかね。そうです、そうです、あのジャニーズっぽいことすごく少ないじゃないですか、うん、一切ないですね、その辺が一切いないね。あのバリバリ、まあ、松田さんをはじめて、うん、もうなんか危ないのがね、うん、とこのフレッシュな、この組み合わせが一つのちょっと新人というの登竜門でしょうか。ですよね、うん、あ、これ面白いなと思いましたから、これにジャニーズっぽいのが出てくるともうダメですよ。あ、もうそれは竜亭じゃねえな、そうじゃん、別な、ね、世界になっちゃうから別物だなっていう感じで、まあ僕らおっさんは若手をちょっと盛り上げる、で儲かったらちょっとお金もらえば、なるほどね、もう大ヒットでしょ。大ヒットだからね、もうインディ・ジョーンズコスだと思います、ね、この映画はミッションポシブルを越すぐらいに、はい、あ、まあ、それはね、まあ、ジョン・ウーとかみたいなね、超人感みたいなね、そんな感じで、うん、できたらいいとは思ってますけどね、そのためにやっぱ大御所の人だからね、脇を固めてね、若手の女優さんたちがちょっと盛り上がってね、フレッシュなお芝居していただければと思ってますんでね、うん、だから DVD 行ってください。頑張ります。そんな感じですけど、いい時間ですね。はい、はい、じゃあ、一言二言ずつ、じゃあ、あずあずから、あの方にご挨拶を。はい、改めて密撮と竜亭外伝両方出させていただいて、だいぶね、二つキャラが違かったと思うんですけど、もっともっといろんなキャラクターだったりとかね、アクションももっとうまく真似るように頑張っていきたいなと思っておりますので、続編がね出るように皆さんぜひ DVD 等を買っていただいて応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。では西さんお願いします。はい、まあ竜亭はねもう久しぶりにちょっと、まあ、出させていただきまして、まあキャラクター的にも、まあ、やることがなんとなく伝わってきたんで面白くなってますし、しかも石原監督ワールドですね、キャラがね、もう全部こう出て面白い作品に、まあ、向かってってるなっていうのが、もう今回の間違いとかありますので、ぜひ皆さんね、DVD は絶対ですけど、生でまた見ていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、というわけで、この追加上映会ですが、明日もありますし、明日7月2日もございますし、残りが7月29日、7月30日になります。最終30日はちょっと趣向を変えようかと思っておりますので、もしよろしければぜひまたおいでいただければと思います。リピーター大歓迎なもんですから、はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日は以上になります。ありがとうございました。2回戦ありがとうございました。どこにあんねん。はい、みんなの元カノあずあずこと藤田あずさです。本日は上映会ありがとうございました。
はい、そしてまだまだね、明日とあと7月の末にも上映会がありますので、皆さんぜひぜひ生でね見ていただいて、たくさん感想とか教えていただけると嬉しいなと思っております。そして DVD も秋頃発売予定ということですので、そちらもぜひゲットしていただいて、私の結構猟奇的なというか狂気的な姿を見ていただければなと思います。ではでは、ありがとうございました。はい、今回最終章出させてもらいました西の永田です。ありがとうございます。もうね、オールキャストでね、とてもいい仕上がりになっております。これはもう DVD もう楽しみにしてますんで、秋頃ね出るということなんで、私もいただきたいと思っておりますけども、この竜帝のね世界がこれからも楽しみなんで、ぜひ皆さん、見てください。お待ちしております。